斎藤義達が起こした内乱によって道三は討たれ、義達が美濃の新たな国主となった。道三との同盟関係が水泡に帰した織田家は、斎藤と今川という強敵に挟まれ窮地に陥る。全ては信長の無謀な戦が招いた結果だとして、くすぶっていた織田家中の不満がついに爆発。信行こそ織田家の当主にふさわしいとする者たちが兵を挙げ、尾張は内乱状態となる。当の信行は反乱勢力を抑える素振りも見せず、ここに兄弟相打つ戦いが始まろうとしていた。信長編第2章、近い異能の戦い。まずは乱を鎮め、あいつと話をせねばならんな。ああ、ま、安心しろよ。この槍の又左がいる限り万に一つも負けやねえ。武変のことは俊家さんに、猿知恵がいるならこの秀吉にお任せを。何者だ。城の外で拾った渡り者だ。戦に出たいんだとよ。手柄を挙げた暁にはご家中の末席に加えていただきたく。あの面だ、どこぞの患者にも見えねえだろう。頭も悪くなさそうだし、度胸もある。又座にそこまで言わせるとは、随分と変われたものだな、猿。今は猿の手も借りてえ状況だ。使ってやってくれねえかな。なあ、勝手にしろ。ありがたき幸せ。さてと、話を戻すが、権六殿はもちろん、家中の半数以上が敵に回っちまってる。村木、長良川と負けが続いて、さすがの信行も家中の不満を抑えきれなくなったのかもしれねえ。おまけに、大一の姿も見当たらねえんだ。あいつ、信行に懐いてだからな。とにかく今は、乱を収めねばならん。急ぎ向こうの動きを確かめておきたいが。そのお役目、この秀吉にお命じくだされ。オイラなら顔も割れてませんし、適任でございましょう。よかろう、行け秀吉。御意。よし、決まっていくか。一丁手柄を立ててくるか。信殿の兵が多勢、清津城に向かってきます。攻めてくるなら迎え撃つほかあるまい。近づく敵を一掃するぞ。またぞ、味方の要は俺とお前だ。抜かるなよ。それに秀吉、お前も逃げ出さんようにな。どうにか砦を抑えねば、味方を呼び込むこともままならんな。その勢いのまま敵を蹴散らせ。信行様、今ならまだ。言うな勝家、こうでもしなければ織田の家名は守れぬ。
仲間を呼び込むために砦を落としゃいいんだよな。よっしゃ、まずは順調だな。おいら、およ、敵はひるんだ。この隙に押し返せ。進め、兄上の勢いをそぐのだ。開門、やっちまうぞ。信行は中央に兵を集めてきた。捨ておくことはできんな。信長様、あいつらは俺に任せておけ。よし、砦を足がかりとして攻めるぞ。こりゃ中央突破は厳しいな。今のうちにオイラは別の道を押さえておくか。確かあっちに村の門しか知らんような裏道があったはず。さてさて、東の方だったかな。確かこの辺りに草木に埋もれた入り口が。おっ、合点書あったあった。おいお前ら、槍の股座の恐ろしさ知らねえわけでもねえだろ。怪しいやつ、出会え出会え。見つかったか。しゃあねえな、黙らせるか。次はどいつだ。死ねてえやつからかかってきやがれ。血のつながった者同士で愛争う。僕も同じようなもの。向こう一ついただきだ。もう邪魔者はいねえよな。よし、これで手柄を一つ立てられたぞ。先に将を狙え。将を失えば兵はおのずと崩れよう。よし、合点承知。敵に反撃の隙を与えるな。畳みかけよ。信行も容赦ねえな。だがこの俺がいる限り信長様のもとへは行かせねえ。ここから先に進みたきゃ槍の股座を越えていきな。信長様も思いのほかやりますね。そうでなくては困る。簡単にやられては兵を挙げた意味もない。ほらよ、敵の合流を許せば末盛城が危うくなる。何としてもこの席を死してよ。開門、おりゃ、こっち、逃げろ、あれよ化け物だ。開門、敵さえ。お、道が開いたな。このまま敵を蹴散らして進むぜ。こんな戦いやめさせなきゃ。そうだ、道を塞いでしまえば。そこか。あの数を蹴散らして中央を突破したって。オイラの活躍が霞んじまわねえかな。これで敵兵は浮き足だったろう。これ打ち死に。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 秀吉、
このマタザ様が推挙してやったんだ。しっかり働かねえとすぐに追い出すからな。オイラだってこの戦に人生かけてんだ。追い出されてたまるかってな。もう止められないの。よし行くか。開門。オレよ。エブラ。オラよ。兵が動揺しているようだ。あれは完全に兄上に持っていかれたな。これも信行様のため。手加減なしで行きますよ。田中様。打ち死に。ノクタロン、なんで信行を止めねえんだ。何野暮なこと言ってんだ、トシエ。お前は信行様のご覚悟を軽んじてるんだ。じゃあもう何も言わねえよ。俺だって信長様についていくだけだ。信行様、俺にできるのはここまでだ。開門。信行、勝負あった。兵を引け。いえ、まだ終わってはいません。おいらもう十分だ。話ならば聞いてやる。だからもう刀を収めよ。信行、私とて命を落として兵を挙げたのです。決着がつくまでやめるわけにはいかない。織田勘十郎信行、慎んでお相手しよう。信行、この辺でやめとけって。こんなのお前らしくねえだろうが。すまないマタザ、今さら引くことはできない。ったく、今はとにかくお前を倒せ。そんで後で信長様とよく話し合え。狙いだ、決まりだ、決まっていくぜ。槍のマタザは天下無双よ。さすが兄上だ。決まったろ。私の負けです。信行、なぜこのような真似を。信行、まずは理由を聞こう。ご存知の通り、家中では兄上のやり方に不満を持つ者が増えていました。彼らが敵方に通じる前に手を打つ必要があった。故に彼らに私を担がせて乱を起こした次第。そして兄上は勝った。あとは私が腹を切ることで織田家中は兄上を中心に落ち着くはずです。お前の真意を聞いた以上、腹を切らせることなどできるか。謀反の首謀者たる私の血筋を根絶やしにして、兄上の確固たる意志を家中に示さねばなりません。血筋を根絶やしに。お前の幼い娘までも手にかけろというのか。それが乱世の断りというもの。ただし私に組みした者たちにはどうか寛大な処遇を。わかった。信行、お前に切腹を命じる。母、メイドで兄上のご分をお祈りしております。
信行、これが乱世の断りゆえならば、俺が必ず壊してやる。お前、なんてことを。またぞ、この赤子をどこぞに捨ててこい。はあ、それより俺の話を。おい、信長様、信長、待てよ。くそ、命を絶つ必要なんて。信行様が腹を召された以上、俺も老いばらを切らねば生き恥を晒すことになる。あなたには兄様が大使をなすための力になってほしい。信行兄様はそう望んでいたはずでしょ。仮にも主君に背いて兵を挙げた以上、おめおめと生きながらえるなんざ耐えられません。戸賀を一身に背負っていった信行の思いに応えてやれんのか、権六。兄様、俺も信行もお前の死など望んではおらん。今日よりお前には一に仕えてもらう。姫に。信行を守ったようにこれからは一を守れ。拒むことは許さん。良いな。良い。